こんにちは、横浜ジーパートップ社長の高岡俊也です。今日はタウンニュースにまた当店のクラブが乗りましたのでお知らせします。2018年平成30年1月18日号のタウンニュース金沢区磯子版になります。こちらの紙面の開いた真ん中の下ぐらいに載せていただいております。よいしょ、わかるかな。詳しいことはコラム、このコラム用の、ブログも作りましたので、そちらで読んでいただけたらなと思いますけども、平成も30年切りのいいことなんで、30年前の銀座こんな感じだったかなというのはちょっと書いております。ちなみに私もトップに入って30年になりました。よろしくお願いします。